上野の大山はもともと前期が寛永寺の境内だったが、戊辰戦争で焼け野原となり日本最初の公園となった。博物館美術館が立ち、日本初の動物園開園。混んでるパンダ車をスルーして進めばゾウさんがいる。右に曲がってキジ、タカ、ワシ、カワウソ、フクロウ、バク、アフリカゾーンでトラ、ゴリラ、振り返ってツル見てクマ見てサル見てゴー。これまた日本最初のモノレールである上野懸垂線、残念ながら2019年10月いっぱいで運行休止となった。1回乗ったら2度乗ることはなかったけれど、子供自分のその1回が永遠の思い出になった。2000に降りればペンギンさんとフラミンゴさんが迎えてくれる。キリンさん、サイさん、カバさんも再演だ。みんな大好き爬虫類館、手前の池はカワウの繁殖地らしい。昔はおみくじを引く文鳥やガマの油売り、ハモニカを吹く将棋軍人などもたくさんいた上野不忍池の夕暮れ時。戦後は遠くなりにきり、